こんにちは、西村ほのかです。本日はちょっと、まあ、年末最後の動画ですか、はい、ということでちょっと2023年を振り返るわけでもなく質問コーナーをやっていきたいと思います。おなじみのインスタグラムで質問募集しましたので、そちらに答えていきたいと思います。2023年、どんな1年でしたか？私はな、どんな1年だったかな。なんだろう、いやでも落ち着いてた1年。落ち着いてた。落ち着いてました。気持ち的よ、スケジュール的に。はい、今までよりゆっくり過ごしてたかな。あとは配信始めましたね、今年から。今年からだもんね。はい、配信の1年だったかなと思います。プライベートはもう食事の時間を含めほぼ配信回してたんで、はい、みんなに見てもらう機会がいつもよりも多い1年だったんじゃないかな。そんなわけで答えていきたいと思います。はい、じゃあ質問していきます。はい、ホノピー流のダイエットを教えてほしい。ホノピー流のダイエットはまあ食べないことですよね。やっぱり太るために食べてるようなもんですから、食べないのがまあやっぱ一番だけど、お腹空いちゃうんで、昨日の夜とかはもうお腹空きすぎて、あのクレープ食べたじゃん。クレープしか食べてないから夜は、多分お腹空きすぎてグーグーなってたから、夜は酵素飲みました。持ってる酵素、昆布茶クレンズってやつがめっちゃね甘くてお腹いっぱいになるの、飲んだら。だからもうどうしようもない時はそういうの飲んでごまかしたりしてます。それがダイエット。どうやったらエイペックス一緒にできましたか？ずっと野良で探しています。でもカスタム開いたりしてるから、カスタム入ってきたら一緒にできるんじゃない。あとはまあ野良でたまたま会う時とかもいる人いるからね、ファンの人で。西村ほのかは俺の嫁みたいな人とかマッチしたり、本物ですかって聞いてくれる人最近は結構多いので、マッチしますよ、全然。レートが一緒だったら。だから全然諦めなければ可能性はあります。タイミング合わせてみてください。好きな車はありますか？ありません。車か、車でも、もう昔、私美容師の時かな、美容師の時に一回カエンに乗って、でそのシートの色とかがなんかキャメルみたいな色だったのね。で車自体が白で中が茶色で、めっちゃ可愛いなと思って、そっからカイエン欲しいな、大人になったらカイエン乗りたいなとかは思ってたけど、はい、持ってません。欲しいって言うならそれかな。ジョーマローンのメンズの香水おすすめは？うわー、名前わかんない。でも昨日なんか結構嗅いでたよね、メンズの。もう店員さんにおすすめ聞くのが一番いいと思います。昨日だって店員さんにおすすめ香水教えてもらったらめっちゃいい匂いだったね。2個嗅いで2個ともめっちゃいい匂いだったんで、やっぱ店員さんとか香水屋さんで働いてる人のおすすめって多分ね、私の情報より絶対詳しいんで、はい、ぜひ聞いてみてください。異性の好きな髪型は？前まではマッシュマッシュ言ってたんだけど、なんかマッシュって言うとタラちゃんみたいな感じでここ刈っちゃう人とかいるのよ。ここ刈ったりさ、ここジョリジョリみたいな。横から見るとこうなってるとするとさ、こういう分かる首がここね、こういうさ綺麗なラインがさ見えちゃう人みたいなのがあんま嫌で、そういうマッシュじゃなくて、なんかちょっとこれもまあジョリジョリみたいな感じは嫌ですね。ツーブロとか後ろ刈り上げとかをちょっとしてない方が好きです。まあもうここはもうしょうがない、もうちょっとツーブロ気味ぐらいだったら平気だけど、基本的には結構長い方が好きだなって思いますね。なんかインスタグラムとかで髪短い頃の写真と長い頃の写真、あこれ美女いいなとかやって思う男性いるんですよ、見てても。それ見ると大体ね、前より髪が伸びてるとかも、ちょっと長い方が好き。なんかここら辺をちょっと目の横こうやってさ、前髪、じゃあセンター脇でも、七三とかでも大丈夫なんだけど、センターだったらこうやって分けて、ここの目の周りら辺でちょっと毛先を遊ばせてる系が好きですね。ラビアの撮影恥ずかしいですか？恥ずかしいよ。恥ずかしいね。今年ですよね、ラビア。うん、今年
私グラビアそうだね、何個かやらせていただいて、まあもうグラビアがちょっと最近多かったんで、親に AV 女優になるみたいな感じでなんか思われてて、なんでよって感じなんだけど、まあやっぱいくら取られても恥ずかしいし、うん、まあでもなんかその脱ぐのに抵抗はちょっとずつはなくなってくる感じはあるけど、まあ、例えばその、あの衣装さんにこの胸周りの調整とかしてもらうときにちょっと乳首とか見えても別にいいやって思っちゃうもんね。しかも結構そのメイクさんとか衣装さんとかって結構お胸こうやって触ってくるから、そう、まあ、そういうのは慣れました全然。韓国に行く予定ありますか？今はないけど行きたいなって感じ。はい、2023年2回でもコロナ明けてから海外は初めて行った。はい、行きたい国はどこですか？そこで何をしたいですか？プーケットとかハワイとか。プーケットは行きたいホテルがあって、外出たらもう、うん、流れるプールが流れてるみたいな、そのホテルの周りが流れるプールみたいな感じになってて、朝食とかもそのプールの上で食べれたりするようなのがインスタに載ってて、それ見てめっちゃいいな、行きたいなって思ったね。ハワイとかはもうやっぱり定番のリゾート地だから、いつかやっぱ行ってみたいけど行く機会がないし、やっぱ長期のね行かなきゃいけないから、やっぱ長期ってなると引きこもりにとっては結構しんどいんだよね。家帰りたいってなっちゃうから、そうだからまあ何もやることなくなったくらいに行きたいです。東京のおすすめの飲食店、まあ、なくはないけど飲食店？あー、じゃあ中華で言うならば麻布十番の風冷華ってお店があって、その風冷華のクラゲの和え物みたいなのがあるんだけど、クラゲって2種類あって、頭の部分か足の部分が選べるんだけど、私はその頭の部分が好きです。すごいコリコリで、なんかちょっと見た目で言うと数の子みたいな感じなのね。クラゲってさ、ペロペロしてるイメージあるじゃん。そういうのじゃなくても頭のクリクリクリってやつがめっちゃ好きです。落ち込んだ時はどうやって気分転換しますか？落ち込んだ時は最近はゲーム配信します。でゲーム配信してみんなに元気もらったり、なんか何かやってたら忘れられるから、嫌なことあった時は配信するかな最近は。だからもう逆になんかその配信依存症みたいな感じになっちゃってて、やらない日が不安だから、なんか例えば自分の誕生日これからあるんだけど、自分の誕生日に配信しないって なるのが怖い。その例えば誰か祝ってくれる人とかって多分いるわけじゃん、何人かさ、友達にこの日空いてる、誕生日を応援したいんだけどみたいな感じでスケジュールをさ抑えていくじゃん、どんどん。そうなってくるとちょっとなんか誕生日なのに配信しなくて大丈夫かなみたいなそういう不安、そうめっちゃ不安になるんだよね最近。何なんだろう、なんかね、多分依存してんの本当に。だからみんなぜひ、あのツイッターとかも最近リプとか減っちゃって寂しいなって思ってるんで、ぜひしてって言ってるよね。でもこれあれ前から言ってるんだけど、みんななんかどんどん忘れていくんだよね私のこと。そのまま捨てるんでしょ。ガタガタディスコードみたいな。好きな YouTuber は誰？最近 YouTube 見ないかYouTube 見るってなってもゲーム配信しか見ないんで、 YouTuber 誰だろう。配信者でいい？もういつも言ってるよでもチキデップです。好きな同性の性格は？あ、同性の性格？女性から来てます。同性の性格か、なんか例えば年上だったら先輩ぶらない人とか、いいよ、とめもでいいよって言ってくれる人がいいから自分もそうしてる。なんか先輩ぶりたくないから、後輩いてもとめもでいいよとか呼び捨てでいいよとか言うようにしてる。なんか最初そういう子なんか たたえられたりするのめっちゃ苦手褒められたり、そう、対等の方がいいですよ、絶対楽。好きな鍋料理ってありますか？鍋ありますよ。じゃあほなの好きなお店教えちゃおう。六本木のミッドタウンの前にある金津田っていうお店の鍋が好きです。だしで食べるんだけど、あのね、めっちゃ美味しい。白だしとトマトだしみたいなのがあって、私は白だしで食べるのが好きなんだけど、ぜひ行ってみてください。お店の雰囲気もめっちゃいい、個室もあるし。
ティはギャンブルしますか？はい。はい、はい、この前も競馬かけて負けました。なんでそんなに可愛いんですか？気によります本当にこれがもう多すぎて可愛い？可愛いか、でもなんかその可愛いかどうかは分かんないけど、年取らないねみたいな、ああ昔より若返ったねみたいな感じで言われることあるけど、なんかお金使ってますはい、なんか最近始めたのは肌に漂白剤みたいなの塗ってんだけど、その美容クリームなんだけど、一応その肌に簡単に言うと漂白剤を塗るとそのメラニンが浮き上がってきて綺麗に透明感が出て綺麗になりますみたいなクリームを買って使ってます。年内にやりたいこと、目標とかありますか？でもこれもう年内って言ったら今日で最後年内にやりたいこと、なんだろう、忘年会とか忘年会予定ありますか？はい、一応漢字でやばいよね本当に計画苦手で全然できない、やりたくないんだけど機会ないから、はい、声かけて仲いいメンツで、じゃあこれ出てるかな、はい、もう行きました成功してるか、はい自信を持てません。うん、どうしたら持てますか？むず。自信、まあ、自信なくなる時あるよ。私もめっちゃあダメだこんなんじゃって思うんだけど、まあ、別にね、なんて言うんだろうな、周りそんな自分で期待してないしぐらいの楽な気持ちでいた方が大丈夫。手に入れてないもの、はい、家、土地、株、いずれは、うん、でも何も手に入れてないよまだ旦那もいないし子供もいないし動物も実家にしか飼ってないし、将来的にタワマンもいいですか？はどっちもあり、マンションも好きで一軒家もまあ自由に使えるんでどっちもありかな、はい、好きな色は何ですか？好きな色黒もしくは青、緑です。でも最近ピンクも好き、一周回ってピンクに戻ってきたかも。昔好きだった。メンズの好きな服装は？服装なんかジャージのセットアップみたいな感じのとか好き、でもピチッとしてたくない、ダッカボちょっとゆるそうなゆとりのある、でもジャージって言ってもね、みんなが想像するようなジャージちゃうよ、私服っぽい、なんかちょっと例えの写真がないんですけど、セットアップ好きです。一番好きな曲は何ですか？最近聴いてる曲だと、いや一番好きな曲オズかな、山のオズ。私もこの曲にハマりました、はい、歌ってる構成を教えてください。今日は、まあ、レプリカ、マルジェラのレプリカの、まあ、内容は秘密なんですが、はい、最近はルラボ13つけてます。2023年を漢字一文字で表してください。むずっ。2023年なんだろうな、変みたいな、変わる、変化の変。まあ、なんかやってることは変わってるんだけど、狼出たり配信始めたり変わってんだけど、自分自身が別になんだろう、そこまで変わってないから、なんだろう、なんだんだろうな、なんだったのかな2023年変だな来年の感じとか、来年の感じ、進みたい、なんか何も進んでないから今。年末年始の予定はどこか旅行するとかありますか？実家帰ったりとこんちで麻雀したりかな、はい、もううちはもう親戚仲いいからみんなで麻雀したり集まったりするのかな、いつもの年末年始だから、まあ、年末は
30日までかな、元は、はい、今年は、はい、なので30まで働いて、ちょっと31は分かんない。まあワンチャン配信するか実家帰るかどっちかで、年明けてからはいとこんち行って麻雀しようかなと思ってます。踊ってみたみたいです。あー、何の動画がいいかぜひ待ってます。ノッピーにどうやったら会えますか？イベントに来てください。1月28日概要欄に載せておきますので、そちらからぜひご応募待ってます。日曜日なんですけど、まあ、一応私の29歳の誕生日ということで、一部ではライブパートになります。はい、歌歌ったり、多分ピアノも弾き語りしたりする予定でいます。で、一部終わりに月会みたいなのがありまして、次二部はなんか私物のビンゴ大会みたいなのとかやったり、トークイベントみたいな感じでまた違った感じで盛り上がれるんじゃないかなって思う企画を用意してますので、皆さんぜひ1月28日1部2部両方来てください。お願いします。じゃあ最後に、うん、今年の振り返りと来年の目標、お願いします。今年の振り返りか、今年か、何ですかね。まあなんかそのちょっと引きこもりすぎて、人との交流みたいなのとかを結構遮断してたので、今までずっと。でも、まあ、自分がこれからやりたいこととかのために、そういうなんか人に多く会った方がいいみたいなアドバイスを占い師の方に受けたので、2024年はまあたくさん、 なんかその人のいる場所に自分からちゃんと赴いたり、人見知りを克服させるきっかけが必要なんじゃないかなって思います。あとはまあもう自分の中で後悔してる部分とかもあるので、あああの時こうしておけばよかったとか、人との関わり方ともそうですけど、なんか人間関係ってやっぱ難しいなってめっちゃ思うのよ。だからそういうのをもうちょっとうまくできるようにしていきたいなって思います。2024年はもっともっと人を好きになれるように、はい、頑張ります。皆さんも応援よろしくお願いします。以上です。はい、質問ありがとうございます。というわけで、2023年皆さんありがとうございました。お体に気をつけて、2024年1月28日にお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。